白雪は海上自衛隊の練習艦、初雪型護衛艦の2番艦、現在は島雪型練習艦の2番艦。白雪の名は白い雪に由来し、同じ名を持つ艦艇としては、旧海軍の上風型駆逐艦6番艦、白雪、吹雪型駆逐艦2番艦、白雪に次いで3代目。白雪は、 昭和53度計画2900トン型護衛艦2211号艦として、日立造船舞鶴工場で1979年12月3日に、寄港され、1981年8月4日に、浸水、1983年2月8日に収益し、同日付で、第1護衛隊軍令下に新編された第41護衛隊に、初雪とともに編入され、 横須賀に配備された。収益当初は高性能2 0ト、mm、ル機関砲を装備していなかったが、1993年に装備されている。1984年、1986年、1988年と3回続けて、艦隊平洋合同演習に参加した。1990年1月31日、第41護衛隊が第4護衛隊軍令下に、 編成外となり、低傾向が大港に転籍。1992年及び1994年、遠洋練習公開に参加。1997年3月24日、第41護衛隊が横須賀地方大霊下に編成外となり、再び横須賀へ転籍。同時続け、対番号の改正により、第41護衛隊が第21護衛隊に改称。 2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、第21護衛隊が第11護衛隊に改称され、護衛艦隊令下に編成がえ、2011年3月16日、練習艦に種別変更され、練習艦隊第1練習隊に編入、定携艦が暮れに転籍、2013年、遠洋練習公海に参加、8月7日には、 ポーランドのグディニャ港に寄港し、同月10日には両国初となる海上合同軍事演習を行った。2016年4月27日、除席。最終所属は練習艦隊第一練習隊、提携校は5であった。ありがとうございます。